絶対に食べてほしい我が町の牛肉料理山口県編。山口県すいません芸人土佐県です。今日私土佐県はですね、山口県は山陽小野田市旭駅からですね150メートルぐらい歩いた場所に来ておるんですが、ちょっとですねお店がですねまあいいんですよ。こちらこの道を進んでいただくんですが、まあ素敵な佇まいでございます。見てくださいこの佇まい、焼肉ホルモンふるさとさんでございます。さあ今日こちらで牛肉料理をいただきたいと思います。行きましょう。見てくださいこの店の雰囲気も最高じゃないですか。64年前からこの地でホルモン屋さんを営んでるっていうことなんですが、焼肉って定義がないじゃないですか。一人前って言ったって量もねお店によって違いますし、特上上普通のね差もねお店によって違いますし、で例えば1000円でお肉持ってきてくださいって言ったら、日本全国で一番美味しいお肉が量を食うのが僕はこの山口県の西部下関とか山陽小野田だと思ってるんですよね。まずここのふるさとさんが普通の焼肉屋さんと違うところは、焼肉をですね焼くものがまず違うんですよ。こちらで焼くんです。じゃじゃーん、ジンギスカンの鍋、こちらで焼肉を焼くんですよ。なぜジンギスカンの鍋で焼くか、これはですね今日の動画のクライマックスに分かります。それではこちらがふるさとさんのお肉でございます。見てください、激戦カルビとあとホルモンでございます。見てくださいこれ、まずこの激戦カルビ、こんなもう霜降りのお肉だって、こう霜降りじゃないですか。裏見ても霜降りですからねこれ表裏霜降りですよ。これをですねジンギスカンの鍋で焼くんですよ。はい、お肉はですね宮崎牛だそうです。もうこだわりの仕入れでございます。でこれ野菜もこうやって下にですね置くのがふるさとさんの流儀です。さあでは焼けました。でこちらのカルビをこちらのタレ、こちらのタレもですね64年前から味は変わってないタレです。いただきます。うん、もう何も言わなくても分かるでしょこれが美味しいのは。もうめちゃくちゃ美味しいです本当。もう柔らかいし、もう脂もですねもうスーッと入ってくるし、お肉の脂も甘辛い感じのタレがですねまた肉の旨味を、うん、幸せです、私幸せです。こちらホルモンです。もうプリプリですよこれは本当。プリプリのホルモン、もうダイヤモンドだねですよね本当。これあーこれジンギスカンの鍋ですからね、こうやって油が溜まってくるんですよ。でこういう野菜がですねまたこれがお肉の油で、こちらうんうん。でこれお肉がめちゃくちゃ上質じゃないですか。その油で焼くんで一見話だけ聞いたらくどそうに思いますけど、すごいすっきりした味わいなんですよ。タレとの相性も抜群ですし、うん、おいしい。さあじゃあ次はホルモンが焼ける前に、今日はですねお題は牛肉料理なんですが、どうしてもこちらを紹介したいです。これふるさとさんの名物チヂミでございます。この店に来た人はもう必ず頼むと言ってもいい一品でございますが、チヂミって本来は結構薄いものじゃないですか。でふるさとさんのチヂミはですねこうやって
熱いんですけど、お外がパリパリで中がしっとりで、でニラの味がですねめちゃめちゃ効いてるんですよ。めちゃくちゃうまいですこれも。今度は千枚を乗っけていただきました。もうこれ千枚は OK、 千枚は軽く炙るだけで。すいませんすいません。うわコリ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 、噛めば噛むほど味が広がるお口の中に。うまい、本当に本当に美味しい。さあそろそろ私行ってもよろしいでしょうか、ホルモン。とろけちゃう、とろけちゃうホルモンが。ホルモンってやっぱり噛んだら硬かったりとか硬い部分とかあるじゃないですか。若干やっぱりホルモンですからそういう部分はあるんですけど、ただ他の部分がもうとろけてってとろけてってとろけてって、気づいたら口の中からなくなってるんですよ。なぜふるさとさんではこのジンギスカン鍋でお肉を焼くのか、最後のこの締めのうどんのためなんですね。すごくないですか、お肉の焼いた油で焼きうどんですよ。うわうまいうまい、本当に本当に上質なお肉から出てきた油で焼いたおうどんだからこれだけ美味しいんですよ。こちらふるさとさん、皆さんぜひ一度は訪れていただきたいんですが、必ず予約をしてから、必ず予約をしてからお伺いするようにしてください。で、お母さんはですね、恥ずかしいからテレビは嫌だって言ったんですが、カメラ回ってないところではずっと喋ってました。そちらのお話も美味しいお肉も両方ごちそうさまでした。